こんばんは、青い彗星です。いつも動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はですね、すでにサムネの方を出してますけども、チューダーの、ロイヤル 38mm 青文字版ですね、こちら購入しましたので、開封とレビューの方をさせていきたいと思います。じゃあ早速ですね、箱の方開けていきたいと思います。じゃあそれではですね、こちら外箱の方開封していきます。開けるとですね、はい、このような形になっておりまして、中にですね、このような、中段内箱が入っております。これは多分僕が持ってる、中段のブラックベイ、ってことですね、一緒ですね。はい、じゃあちょっとアングル変えてですね、こちら内箱の方も開封していきたいと思います。はい、実物ですね、この日初めて見ました。もう第一印象ですね、めちゃくちゃ綺麗ですね。このスチールのケースもそうですけども、文字盤のブルーとこのベゼルのとこですね、後ほどちょっと紹介しますけども、とにかく第一印象、理想通りというかですね、想像通り、想像以上の外観という感じでした。はい、めちゃくちゃ綺麗です。ブルーもですね、はい、ここからはですね、こちらの時計の概要とあと外観スペックについてですね、ちょっと紹介させていただきます。また1ヶ月ぐらいですね使って、レビューの方はですね別途させていただこうと思います。でまずこちら時計のですね、簡単な概要の紹介ですけども、こちらの、チューダーロイヤル38mm という商品で、あとブルーのダイヤルというやつですね。でこちらはですね、黒とあとシルバーの3種類で、こちら 38mm なんですけど、 41mm の日付と曜日が入っている 41mm のバージョンと、あと 34mm、あと 28mm だったかな、の一応サイズのラインナップがあるというものになります。でこちらの商品はですね、リファレンスナンバー28500という商品になっておりまして、日本での発売はですね、2020年の12月ということで、ちょうどもう1年ぐらい前っていう形ですかね。もともとアジア限定という形でですね、出てたんですけども、その後ですね、全世界での販売になっているという状況です。もともと出た時の多分定価24万ちょっとぐらいだったと思うんですけども、チューダーロレックス値上げしておりまして、現在の、ホームページに載っている定価がですね、税込みで26万2900円ということなので、26万3000円ぐらいという感じですかね。価格 .com とかですね、そういった、相場でいくと、並行価格でいくとですね、29万5900円ということなので、29万6000円ですから、だいたい定価よりも、3万円強ぐらいですね、今、プレ値がついているというような状況です。で、メルカリとか見るとですね、だいたい30万円ぐらいで、販売されていまして、私はですね、実はこれ、並行というかですね、中古店でですね、購入してきまして、新品で試着のみの商品で、21年の秋に購入された商品ということで、27万ちょっとで購入してきたので、実質定価より1万円プラスぐらいですかね、ぐらいで手に入れることができました。本当にお買い得な商品でですね、良かったかなと思っております。こちら概要になります。であと外観の方ですね、ちょっとご説明というか紹介していきたいと思うんですけども、まずは、この幅ですね、先ほどから言ってますけど 38mm ですね。個人的に言うと 41mm か 38mm でめちゃくちゃ悩んだんですけど、やっぱり僕は 38mm とかですね、 36mm ぐらいの大きさが非常に好きでして、今回 38mm の方を選ばせていただきました。個人的にはですね、ここの、曜日付きで 38mm とかがあればもう最高だったんですけどね、はい、というところです。で厚みなんですけども、こちら見ていただくとですね、10mm ということで非常に
薄いです。はい、これも結構僕選んだポイントですね。僕が持ってるチューダーのブラックベイとかだと15ミリぐらいあるんですけども、こちら10ミリということで非常に薄いですね。はい、ベゼルの方はですね、これ見ていただくとですね、こういうふうになんかこう交互にですね、溝がある部分と溝があって、そこに細かい水こう彫りが入ってるっていう感じで、これノッチドベゼルというような名前のようで、まあ、昔のねロレックスでいうエンジンターンドベゼルみたいな、なんかそんな雰囲気がありますよね。はい、であとダイヤルについてはですね、これ見ていただくとブルーのやつで、この、インデックスはですね、ローマ文字という形です。まあ、これ見ていただくと若干ですね、この立体感がないですよね、このローマ文字の、はい、のインデックスですね。で一応この文字盤についてはですね、三連仕上げという感じになってて、このブルーもですね、僕が持ってる、エアキング14000ですかね、あれとかなり似てるんですけど、若干どうですかね、ちょっと違いはあるかもしれないですけど、ちょっと今手元になくてですね、比較できないんですけども、まあ、でもオイスターパーペチャル、ロレックスのですね、そのブルーと結構近い色合いになってるかなと思います。あとブレスはですね、これ一体型のブレスになってまして、これ外れないですよね、これになってまして、で徐々にこう細くなっていくというタイプになってまして、最後細くなってって、こちらのですね、ブレスというか、ごめんなさい、バックルですね、ここはないと、ベルトがですね、こういうタイプのやつですね。これを外すとこういう風に出てくるという形になります。はい、まあ、最近のロレックスのモデルにはないですけど、なんかねこういうタイプってなんか レディースとかこういうやつありますけどね。はい、というのがブレスの紹介です。あとリューズのところはですね、これリューズトップにチューダーの縦のマークが入っているというところですね。であとは、リューズはねじ込み式リューズになってまして、裏蓋はこんな感じですね。これはチューダーのブラックベイとかとかも似てるかもしれないですね、仕様は。はい、であとこちらガラスはですね、サファイアクリスタルを採用しているというところと、ケースはステンレスですね、というのがまず、外観ですか。はい、あとはこのブレスのところでいくと、ここのサイドとセンターのリンクがですね、サテン仕上げになっているというような、この5列リンク ブレスですね。はい、こちら外観になります。あとスペックの方でいくとですね、まず防水は 100m 防水で、パワーリザーブは38時間ということで少し短いですね。とブラックベイですかね、ヘリテージブラックベイについては70時間、あれは自社ムーブメントを採用してるんですけども、こちらのムーブメントはセリタですね、のムーブメントを改良してるやつなんですけど、もともとはセリタの SW200 というですね、まあ、セリタが今一番製造している低価格帯のモデルというやつを、まあ、チューダーがですね独自に改良して、T601 というムーブメントを搭載しているという形なので、まあ、実際この38時間というパワーリザーブ非常に短くなっているという形です。で軽さについてはですね、やっぱりここの38ミリっていうところと厚みが10ミリっていうところもあって、まあ、当然ロレックスのプロフェッショナルモデル、僕が持ってるバットマンとか、あとはチューダのヘリテージブラックベイなんかよりもですね、圧倒的に軽いなという感じです。で付け心地もですね、やっぱりここが薄いっていうのと、ここのベルトがこう細くなっていくので、特にこう腕をこの手首こう曲げた時とかはですね、非常にそんなに違和感がなくですね、付け心地いいなというふうに感じております。まあ、本当にオンオフで1本で使えそうだなと思ってですね、これ本当1ヶ月ぐらい本当に他の時計つけずに1回つけてですね、どんなもんかちょっと試してみたいなとは思っております。今回ですね、こちらチューダーロイヤル38ミリ青文字盤ですね、購入させていただきました。また1ヶ月ぐらい使ってですね、とレビューさせていただいて、改めて、まあ、メリットデメリットとか感じたいところをですね、お話しさせていただこうと思いますので、ぜひまた動画見ていただければと思います。ということで、本日は最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。